さっさと始めるぞ。ざまあ見やがれ。いくら戦闘力が上でも不意にこれを食らってはひとたまりもあるまい。貴様ともあろうものが何とも情けない作戦だったな。呆れたぜ。いつの間に。戦闘力が上がったということはスピードも上がったということだ。つまり今ので貴様は完全に俺を怒らせてしまったわけだ。スカウターから聞こえたフリーザたちの通信によれば、ドラゴンボールというやつは7つ集めんと効果がないらしい。よし、俺が1つだけ探し出しておこう。やつらが残りの6つを集めた時点で隙を見つけて奪ってやる。ドラゴンボールが全て揃えば俺に永遠の命が手に入る。そうなればフリーザを倒すのも夢じゃない。やつさえ消えれば俺がナンバーワンだ。全宇宙はサイヤ人のベジータ様が支配する。ベジータ、貴様なぜフリーザ様に逆らおうとする。俺はあのフリーザって野郎が前から気に入らなかったんだ。誇り高いサイヤ人は人に命令されるのが大嫌いでね。これまでは奴の力にねじ伏せられてやむを得ず言いなりになっていたが、ひょんなことから永遠の命を手に入れられることを知った。ドラゴンボールのことだな。フリーザなんかにくれてたまるか。永遠の命さえ俺のものになればフリーザに勝つチャンスが必ずやってくる。愚かな。永遠の命だけでフリーザ様に勝てると思うか。おしゃべりはもうおしまいだ。サイヤ人パワーをたった今見せつけてやる。確かに素晴らしい進歩だ。だがそのせいで貴様は
長年眠らせていた私の真の力を目覚めさせてしまった。面白い冗談。なぜ真の力を使わずに眠らせておいたか、貴様が死ぬ前に教えてやろう。真の力を発揮するには変身せねばな。だが変身した姿は醜い。美を好む私にはそれが耐えられない。だが死を選ぶよりは変身を選ぶ。見せてみろよ。言われなくても今見せてやる。うわっ。私も変身型の宇宙人だと知って驚きが隠せないようだな。そうだ、ついでにもう一つ死に土産に教えてやろう。フリーザ様も変身型の宇宙人だと言っておられた。うわっ。サイヤ人は戦闘種族だ。なめるなよ。さあベジータちゃん、今度は俺たちの番だよ。特戦隊ビークーン、トラはまだまだまだ。はい、さあそろそろ始めようぜ。頭に来ちゃったかな。やれやれ。注意。ほらよ。あれよ。バカめ。うわ。ちょっと頭に来ちゃったかな。うわ。ビシッとした技はないのか。ないんならそろそろ殺しちゃうけど、いいか。バケモノめ、おいの師匠だい。やりっこ。サイヤ人は戦闘種族だ。やめるなよ。リクーム、イレイザーが。サイヤ人は戦闘種族だ。どんどん行こうか。
おっと、貴様の相手はこの俺だ。ふざけるな。貴様がこの俺にかなうわけがない。俺はどんどんと近づいているのさ、スーパーサイヤ人にな。でたらめを抜かしやがって。初めてですよ、この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。許さん。絶対に許さんぞ、虫けらども。じわじわとなぶり殺しにしてくれる。やってみやがれ。今の俺がそう簡単にやられると思ったら大間違いだぞ。この俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつある。よくそんなおぼらが吹けますね、スーパーサイヤ人などと。いちいち勘に触る野郎だ。ご覧に入れましょう。このクソガキがぶっ殺されなかっただけありがたく。貴様らは邪魔だ。引っ込んでよく見ておくんだな。大した自信だね、ベジータ。それとも恐怖のあまり頭がおかしくなったのかな。今のうちにそうやってニヤニヤ笑ってろ。ここにいるのが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。カカロットの出番はないぜ。ちょっと脅してやるか。人は戦闘種族だ。いい気分だぜ。やるに。なめるな。こっちだ。無駄だよ。なめるな。こっちだよ。バン。
かな。ヤリックホーク、クソったれ。少しはやるようだね、ベジータ。でもその程度じゃ僕には勝てないよ。フリーザ、本気でやった方がいいぜ。こいつこそ貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。知ってたはずだろう。僕がくだらないジョークが嫌いだってことをさ。わざわざとどめを刺すことはねえだろう。よく聞けカカロット。俺や貴様の生まれた星、惑星ベジータが消えてなくなったのは、フリーザが攻撃しやがったんだ。俺たち以外は全員殺された。頼む、フリーザを倒してくれ。頼む、サイヤ人の手。誰が出ようと俺は負けん。自分への怒りで突然目覚めたんだ、スーパーサイヤ人がな。貴様ら痛みを感じないんだろう。ラッキーだったな。何をしても無駄だ。死ね。お遊びはここまでだ。これまでだ。スーパーベジータのビッグバンアタックだ。思ったより素早いやつだ。
よう、まだこんなところでうろうろしてやがったとは意外だったぜ。貴様らこれからどこへ行くつもりだったのか聞かせてもらいたいな。孫悟空のところよ。殺しにね。やはりそうか。だが行くことはできんな。この俺が貴様らを片付けてしまうからだ。サイヤ人というのはどうも自信過剰だな。孫悟空もそうらしい。半端な奴ほどそのプライドのせいで早死にすることになる。人形のくせにガタガタ抜かしやがって粉々にしてやるぜ。いいわ、私がやる。があるのかどうかも分かれし。続きあんの？ザコが。お遊びはここまでだ。うそ。これまでだ。引っかかったね。よく見るがいい、セル。貴様のそのいやらしい薄ら笑いを消してやるぜ。バカな。貴様はベジータだろう。違うのか。違うな。俺はスーパーベジータだ。させてやろう。私のパワーを味わう。思い知らせてやろう。ご催動完全体に
完全体になれさえすれば、貴様が完全体になりさえすればこの俺には負けんというのか。その通りだ。絶対に負けはせん。いいだろう。貴様の罠にまんまとかかってやる。完全体とやらになるがいい。行け。父さん。ファイナルフラッシュ！トランクス、邪魔をするな！思い知らせてやろう。父さんは間違っている。あいつを完全体にしてはいけないんだ。俺はそんなもの見たくない。地獄のような未来はもうたくさんだ。父さんを倒してでも俺は奴の完全体を阻止してみせる。俺を倒すだと？第一貴様に父親が攻撃できるとは思えんがな。ランクスのやつ本当に。セルが変化していく。いよいよ完全体とやらのお出ましか。今度こそがっかりさせるなよ。やはり完全体といっても大したことはなさそうだ。大きさも前より縮んでいやがる。あんなカスみたいなやつをいたぶって嬉しいか。どうやら思った通り完全体になっても大したことはなさそうだな。こいつは失礼した。では君が私のウォーミングアップを手伝ってくれるかな。いいとも。ウォーミングアップでおしまいにしてやるぜ。よろしく。こうなったらファイナルフラッシュを使うしかない。セル！いくら貴様が完全体になったといってもこいつをまともに受け止める勇気があるか！無理だろうな。貴様はただの臆病者だ。
ざまあ見やがれ。誰が来ようと俺は負けん。どうだ、俺の顔面に一撃だけでも食らわせられたら遊園地に連れてってやるぞ。本当？お父さんが？行くよ。思いっきり来るんだ。スーパーサイヤ人といえどまだ子供、食らってやるわけにはいかないな。まだまだ。つかませてもらうぞ、貴様を。悪い心をバビディに利用されようとしているのです。無心になりなさい。何も考えてはいけません。 うるせえ。ガタガタ抜かすな。いいぞいいぞ、もうこっちのもんだよ。ついでに秘めているパワーを限界を超えて引き出してあげよう。じゃあ
ビディ、周りに誰もいねえ場所に帰ろう。俺はベジータと戦うことにした。行くぞ、殺してやるカカロット。ほら、あの世で相当の修行したつもりだがな、全くの互角だなんてよ。貴様は俺の上を行く天才だ。いつまでたってもその差は変わらなかった。俺は昔の俺に、残忍で冷酷なサイヤ人に戻りたかったんだ。だからバビディに支配され、元の悪人に戻る必要があった。おかげで今はいい気分だぜ。本当にそうか。よう、その不細工な間抜け面が魔人ブーか。貴様、よくもご飯を殺しやがったな。不細工？なんだ？みっともない変な顔ってことだよ。怒っちゃったもん、殺しちゃおう。俺一人地獄にはいかん。貴様らみんな道連れにしてやる。
トランクス、ブルマを。どういうこと、パパ。トランクス、お前は赤ん坊の頃から一度も抱いてやったことがなかったな。え？抱かせてくれ。なんだよ、パパ。やめてよ、恥ずかしいよ。元気でな、トランクス。貴様の片付け方が分かったぜ。やっとな。さらばだ、ブルマ、トランクス、そしてカカロット。貴様は俺と戦った時、さらに上の力があるにもかかわらず隠していた。俺はあの世で見ていたんだ。ふざけやがって。何がスーパーサイヤ人3だ。じゃあこのことも知ってっか。残ったみんなはブーに食われちまった。ブルマもだ。そんでもってピクロ、ゴアン、ゴテン、そしてトランクスは奴に吸収されちまったんだぞ。ベジータ、よこせ、早く。おい、グズグズするな。早くしろ。サンキュー、ベジータ。よっしゃ。ベジータとカカロットが合体する。ベジットってとこかな。さらに見せてやるよ。こいつがスーパーベジット。俺がどうした。貴様が何故に。ダメージを与えるっていうのはこうやるんだ。ハメハメハ。何だね。やれ、ハメハメハ。行くぜ。グッハッヤッハカメハッハッハッヤッハッハッハッ。ほらよっと、こっから諦めろ。グッハッ。行くぜ。ハメハメハ。ヤッ。ほら、わかったな。さて、もう飽きたからそろそろ終わりにするか。10数えるまで待ってやるから、お祈りでもするんだな。
よし、なんとかなるかどうか一丁かましてみっか。ああ、どっちから行く？決めようぜ。じゃんけん。ポン。はい、こで。しょ。よっしゃ。イエーイ。ちくしょう。鼻から全開で飛ばさねえとな。オラたちがやられたら全宇宙がパーだ。この目で見せてもらうぞ、スーパーサイヤ人3というのを。いよいよ始まるか。全宇宙の運命をかけた最後の戦いが。カカロット、すごいやつだよ、お前は。なんとなく分かった気がする。なぜ天才であるはずの俺がお前にかなわないのか。勝つために戦うんじゃない。絶対負けないために限界を極め続け戦うんだ。頭に来るぜ。戦いが大好きで優しいサイヤ人なんてよ。頑張れカカロット、お前がナンバーワンだ。死ぬなよベジータ。大きなお世話だ。
始めるぞ。用意をしろ。元気玉の用意だ。元気玉？元気玉だって？部が相手じゃいくらちょっとずつ集めたって。たまには地球の奴らにも責任を取らせろ。ギリギリまで元気を集めさせてもらうんだ。おい、海王神は聞いているか？地球の連中全員に話がしたい。何とかしてくれ。そいつはわしに任せろ。得意技じゃ。さあ話せ。地球どころか宇宙中にだって話ができるぞ。助かったぜ。聞こえるか、世界の人間ども。今あるところでお前たちに代わって魔人ブーと戦っている戦士がいる。そこでお前たちの力を借りたい。手を空に向けてあげろ。お前たちの力を集めてブーを倒すんだ。おい、ブーを消すにゃこれでも多分まだ足りねえぞ。くそ、まずいぞ。デブの方はもう死にかけだ。カカロット、俺がなんとか少しでも時間を稼ぐ。俺が相手だ、魔人ブの頼みも危険というのか。俺が魔人ブーを倒してやるから、お前たちも早く力を貸せんか。こいつでおさらばだ。ビッグバンアタック！アメテロベジータ！行くぞ！と片付けちまえ。あるじゃねえか、サタン。たまっちまえ。ベジータがあんなことを言うなんてね、驚いちゃったわ。